おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は久々に韓国ネタで、韓国個人投資家を待ち受ける地獄絵図です。韓国政府が注視するボンドルレートが先日危険水準といわれる1200をついに突破しました。その後も1200近辺での攻防が続いています。通貨危機を意識して焦った韓国政府は追加利上げを示唆しています。8月に利上げしたばかりなのですが、韓国から外資の引き上げを食い止め、さらなるボン安を防止しようと必死なのです。利上げの副作用として株式相場の下落と借金の利子増大を引き起こします。コロナ相場で上昇した株式市場が中国の経済危機の影響を受け株価が下落すると地獄が始まります。韓国総合株式指数コスピーは先の利上げ以降確実に低下し続けています。これに追い打ちをかけ追加利上げを行えばコスピーはさらに低下すると考えられます。ウォンドルレートの攻防のためとはいえ、追加利上げを行えば株式市場の下落が加速し、韓国株式に投資した海外資産の引き上げを誘発する可能性が高いのです。これは株価の下落をさらに加速します。韓国の個人投資家の多くは株を買うために証券会社から借金をしています。この借り入れを増やし始めたのは昨年の春、コロナ対策で市場の流動性が増えたことを受け、投資先として株式市場を狙い借金して株の買い付けに走ったのです。この結果、信用融資残高は昨年3月の6200億円から今年の9月には約4倍の2兆4100億円にまで膨れ上がりました。この際に株価下落の波が襲いかかっています。株の信用取引では株価が下落し融資の担保価値も下がると、融資を回収するため担保の株を強制的に売り、さらなる株の下落を招きます。まさに負のスパイラル発生です。原油や天然ガスが高騰している上に通貨安でインフレがさらに進む可能性があります。インフレに合わせて金利を上げれば家計債務の金利上昇は韓国国民に重くのしかかります。韓国では株の購入を借金で賄っている若者が多く、彼らの多くはサムスン株を買っていますが、サムスンの株価も下落傾向が激しく、この2ヶ月で 20% 近くも株価が下落しています。この先も株価下落が続きそうな韓国個人投資家を待ち受ける地獄絵図が描き出されかけています。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、よければチャンネル登録してやってください。